吉田さん、こんにちは。実はね、今、一人、いろいろとね、説教した人がいました。塾生で。ご存知のように、速稼塾ってのは、頭金3万円で、残りの塾費用ってのは、30年間の分割でいいですよっていう形なんで、ある人にとってはね、こういうふうな天秤がかけられるんですよ。私はお勧めしてないんですよ。そのために、頭金制度にしてるわけじゃなくて、基本的には一括で払いなさいってことですからね。でも頭金さえ払えば30年間分割いいですよと、その払い方も自分で決めてくださいよっていうふうに触れ込んでるのが速稼塾なんで、そこについては文句は言えないんですけども、今回何が起きたかっていうとね、実はね、あるセールスを受けている塾と速稼塾とずっと悩んでたそうなんですけども、速稼塾は頭金3万円でいいっていうんで、速稼塾に入塾してくれたんですよ。3万円の頭金払ってね。で、もう一つの塾が40万くらいしたそうなんですよ。で、そっちも入ったらしいんですよ。ね。40万の塾って、聞いて、しょうもなかったらしいです。ホームページが1個送られてきてね、そこにいろんなコンテンツが詰まってるんだけども、順番もめちゃくちゃだし、あと、見栄えも悪かったらしいんですよ。要するに、セールスはすごく出来が良かったんだけども、本編商品そのものはなんだこりゃという感じだったらしいんですよね。で、私のところに来てね、失敗しましたっていうことだったんですけども、ここで私が気づいたのはね、何やってんのってことではなくて、実はね、私からは、はっきり言って、商品買ってくれたんですけども、速稼塾ってもの。私には3万円しか払わなかったけども、そっちのよくわかんないのには40万一括で払ったっていう事実なんですよ。つまり、40万円を払わせる何かがあったんでしょうね。あれだったら40万と30万で比べて、速稼塾30万だから安いよね。一点集中で速稼塾入ろうかなでいいわけじゃないですか。で、そうなると多分私はね、30万一括だけですよって言ったら、40万の方入らずに30万の方だけ入ったと思うんですよ。迷いなく。だから3万円の頭金を良しとしてるがゆえに、じゃあちょっと無理して両方入ろうかなみたいなね、精神状態になっちゃったんです。この時点でもうこの人はダメなんですよ。で、要するに、覆面留年、覆面浪人っていうのがあったんですけどね、私の大学受験してる時には。というのが、こっちの大学に入っといて、で、本気で受けたい第一志望は来年受けるみたいな感じでね。だから予備校に行かずに、とりあえずは高校卒業して現役で大学入学しといて、とりあえずのところに。本当に行きたいところは現役の時に落ちたんで、1年間浪人するつもりでこっちの大学に通いながらこっちを受けるってやつなんですよ。ね、で、2回目の受験で失敗したらもう完全にこっち2回生3回生っていう風にして卒業するみたいに割り切っていく方法らしいんですけども、大体このね、覆面留年っていううまくいかないんですよ。なぜなら大学生活始まったらそれなりに楽しいし、大学生活でやることもあるし。で、そもそも受験しなくなっちゃいますよね。暮らしに慣れていくから。だからね、ビジネス塾もね、複数入るもんじゃないですよね。やってる内容はほぼ一緒ですから、まともなところは。変なところはまとも以下のことしかやらないから、本当どうしようもないところなんですよ。入金までは、セールスマン頑張るけども、セールス完了して入金があったら、あとはもう知らぬ存ぜるみたいな感じですからね。ですんでね、今回言いたいのは、セールスの力ですよね。吉田さんが前回言われたように、自分には売れない人がいると。自分にも売れない人がいる。でもその人は別の人から何かを買うみたいなね。だから、吉田さんだから売れるんでしょうとかね、久保さんだから売れるんでしょうじゃないんですよ。あなたもやれば、自分から、買ってくれる人は見つけることができるってことなんですよ。その確率を高めるためにアウトプット表現を増やしていけばいいでしょっていうことなんですよね。さすがに10人に対して何かをセールスするのと、じゃあね、100万人に対してセールスするのと、どっちが売れる可能性高いですかって火を見るより明らかですよね、これね。でも少ないアクセスの中でしっかりと売っていかないといけないっていう風な吉田さんみたいな状況になるとね、それはセールスセンスは磨かれるんで、売る力っていうのは高くなりますよ。で、
これで売れなかったらこれ、これで売れなかったらこれっていう風に A プラン、B プラン、C プラン、D プランっていう風にどん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 こうね駆使していかないといけないですからね。だからその辺は初心者の方はプランが複数浮かばないんで、一つのプランでなるべくたくさんの人にアプローチしていくっていう感じでね、すごく大変ですよ最初は。最初はそれは大変ですよね。うん、でも自分のセールスが的を得てくると売れやすくなってくると。それから量産がね、アウトプットの量産が慣れてくるとたくさんアウトプットすることが苦にならなくなってくるっていうことなんですよ。まあ部活でもね、最初は10本ダッシュがきつかったけども、慣れてくると10本ダッシュを何回もできるようになってくるっていう感じですかね。それは野球の素振りでもね、最初はすぐに20回30回で血まめができちゃうような感じだったけども、まあ、慣れてくるとね、まあ、手の皮も強くなるし、力の入れ具合も分かってくるし、それこそ300回500回素振りは当たり前の日常になってくるわけですよね。そういうふうなね、いわゆる筋力とかをつけていかないと、お金を稼ぐ筋力もついていかないってことですよね。だから筋トレ、ね、筋力トレーニングっていうやつでね、タイトルしていこうかと思います。自分にしか売れない人がいる。そしてあなたにしか救えない人が必ずいるんですよ。ね、つまりあなたはあなたのビジネスができるということです。それは他者の模倣ではなくて、あなたのセールススタイルなりビジネススタイルができていくってことなんですよ。最初から無理ですよ。最初は模倣してください。で、慣れていきましょう。そしてだんだん自分の型を見つけていくんですね。いってらっしゃい。